カモンカタバミソウは、日本の武家。本生は源氏。家系は、生は源氏の一家系河内源氏の、東領陳不将軍皆とよ地下の三男神羅三郎義光の流れを組む日立、源氏佐竹氏の所流。日立守護である佐竹氏の悲観であり、佐竹氏の戦国大名家に伴い、家臣となった。関ヶ原の戦い後、佐竹義信が、 秋田天保となり、秋田藩士となった家系、日立国内に泊まり、水戸藩の合氏となった家系とがある。佐竹義信に従い、秋田藩士となった二兵氏は、治行六十国。二兵氏については、諸子系図並びに、二兵氏系図などに詳しい。二兵氏系図並びに、二兵総家系図に、二兵氏の総家の系図がある。文化2年7月、秋田藩に系図を提出する。 慶府、二平彦兵衛、自衛門高頼源玄介高弘、自衛門高康公命、公明、自衛門高徳なお、二平四系図には、長衛門坊、角衛門、定吉、羽根衛門の苗、二平総左衛門忠義、二平拓左衛門の坊らの名も見える。また、二平玄介高弘の女は、同族、二平重左衛門の妻となるという。また、 二平氏次男系図には、以下の系図がある。二平宗家の分家である。二平坊が、佐竹義信に従い、秋田に移住するという。文化2年うるう8月、秋田藩に系図を提出する。系府二平坊坊坊坊坊坊高光、高広新江門高木さらに、二平氏系図に次の系統も掲載されている。二平宗家の分家にあたる。二平彦兵衛の4。 男が分家し、二平総左衛門忠義と名乗るという。文化2年7月、秋田藩に経図を提出する。経府、二平総左衛門久吉国吉忠義久富、伊沢衛門伊日また、二平経図に、二平宗家の二平玄介高博の次男、高富の家系がある。文化2年7月、秋田藩に経図を提出する。刑府、二平高富行動公音 公通公島又、二平氏死流刑図に、二平総左衛門久吉の次男高吉を外する家系がある。文化二年八月、秋田藩に刑図を提出する。二平高吉角衛門定吉久信久忠、旧次伝左衛門旧統、二平分流刑図に、二平総左衛門久吉の三男元明を外する、家系がある。文化二年七月、秋田藩に刑図を提出する。 京府、二平元明元内から、久市政、交通吉道後期、一左門久乗二平氏系図に、二平重財門分流の家系がある。文化二年八月、秋田藩に系図を提出する。京府二平坊,坊坊坊、文藝門清ただまた、佐竹市の秋田天保後も日立国に在国した、二平氏の系統が、水戸藩合子として見える。安政二年二民商店六に、 茨城軍小川村の二兵倉田の中見える。また、道軍吉田村の二兵彦兵の長男、二平松次郎父は、天狗党の乱に天狗方として加わり、源氏元年8月22日、水戸市の新町口で降伏して翌日亡くなるという。一新後、安国神社に合祀される。ありがとうございます。